ところは河内の国、今の大阪府です。いわれのない告げ口を信じた父によって家から追われた俊徳丸は、悲しみのあまり視力を失い、今では乞食の身に落ちぶれ、よろめき歩くことからよろぼしと呼ばれています。一方、間違いに気づいた父は息子を哀れに思い、天王寺で貧しい人々の救済のために施しを呼びかけています。そこへよろぼしが現れ、この人物こそ息子だと父は気づきます。しかし息子の方は達観しつつも、視力を失う前に見た景色を狂おしく思い出し、惨めさに打ちひしがれます。親子の名乗りを受けても、自分の身を恥じ入りつつ、父に手を引かれて帰郷するのでした。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。さて、なにわの裏の地形の数々、みなみよ、さこそと、いるなみの、すうみよしの、まつかげ。しがしのかたはときはえて、はるのみのりの、うそこやも、きたはいずく、なにはなるく、ながらぬ、橋のいたずらに、かなた、こなたと、ありにくほどに、ももくの悲しさは、奇跡の人に、行き合いの、まろに、ただよいに、なにわへの、足元は、よろよろと、気にもん、まことのよろぼしとて、人は笑いたもぞや、思えば恥ずかしやな、今は狂いそぼろを待ち、今よりはさらに狂わ。